はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はバイオハザードビレッジ追加コンテンツシャドウオブローズ前回の続きからやりたいと思います。今回は第2回です。最近ちょっと近況としてはね、モデムが壊れたりとかいろいろありましたけど、NTT さんから新しいものを届きまして、交換そして設定の方終わりました。前よりも、通信速度速くなってさらにちょっと安定もしたんで、まあ、これでもう問題ないかなと思います。まあ、ただ今回やっていくのはオフラインゲームです。はい、というわけでやっていきましょう。さあ、それでは前回確かここに置いてあったなんか変なアイテム取って、あ、そうそうそう、これかな、フラスクってやつ取って、なんか力が使えるようになったってとこじゃなかったでしたっけ。はい、というわけでまあ戻りましょうか。もう力強くなったならいけるだろうし。お、各狙え、R1 か、 R1 で壊す。おお、こんな感じで力が使えるってわけね。あれもか。おっと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 、なんか出てくる。大丈夫ね。遠距離でも届くんだな、ちゃんと。これは便利。なんかアイテムとかあったっけ。特になぁ、もうないか。こっちは？あ、なんかある。ガンパウダーか。弾はね、本当に足りなくなるからさ、しっかり作っておこうかな。よし、こんだけ弾ありゃちょっと安心するな。さあ、戻っていく感じかな。さあ、戻りましょう、戻りましょう。長いね、はしご。いきなり降りたとこに敵とかやめてよ。さあ、こっちは、おお、この部屋か。あー、なんか沈んでいく。回り道はダメか。これ掃除しないと。あ、あった。これだ。お掃除だぜ。よし、これで進めるな。おっと、声が聞こえたと思ったらここだな。入ってくるな。はい、バーン。はい、来ましたね。無理に頭狙うと外れるな。よし、倒した。さて、次はここも壊せる。結構これで壊せる場所がいっぱい増えてるはずだから、道いっぱい増えたんじゃないかな。ロングマガジン、これはありがたい。拡張パーツか。よし、これで安心してまた銃がぶっ放せるな。これは外かな。ダメだな。ここは、あ、なんかある。いや、これ結構なんか探索しなきゃいけなくなったかもな。この力を得たことで。なんかいるかな。特にはいない。まあ、前回確かここ全部掃除しましたもんね。今なんか見えたな。壊せる場所は全部破壊していきましょう。なんかあったぞ。薬液。他にもなんかアイテムあんのかな。あ、これでアイテムが全部取れたわけか。これはどこ。ああ、これね。よし。あー、声聞こえるな。あー、いますね。あぶねー。あ、
倒しきれてない。危ない危ない。ヘッドショット外すと5発ぐらいになっちゃうんだな。これでもういないな。弾せっかく手に入れたんに結構消費しちゃったな。これはあとは戻ればいいのかな。ここ開かないんだね。これは壊せないな。違うところから出てんな。壊せないね。なあ、もう出てくるなよ。怖いなあ。なんかいる。なんかでかい何かがいたけど。行っていいの外。ここは開けられないよな。行くしかないな。横切ってったけどこっち行ったのかな。おっと、アイテムが見える。これがついてるやつはなんかアイテム落とすのかな。ガンパウダーか。おっと、仮面の写真だね。一つ目扉、地下奥、あれのこと言ってんのかな。まあいいや、とりあえず仮面取ろう。ここにあるもんね。各各これだったな。さあ3つ集めなきゃいけないうちの1つがこれで手に入るわけか。おお、落ちたぞ落ちたぞ。手に入った。やっと取れたわ。さあ次はここでいいのかな。結構これだと館の中戻ったらいっぱいありそうだよな。あ、これショートカットか。あ、そういうことね。一回戻ればいっか。何もアイテムもなさそうだし。お、これは破壊できる。よし、ハンドガンの弾が回復した。さあ戻って、なんか光が見えたぞ一瞬。ここで休め。浮かない子、当たり前だ。当然だよ、こんなことになるなんて。なぜ帰らない。それは帰らないに決まってるでしょ。結晶が必要なの。これ使え。ありがとう。おお、ありがとう。何これ、回復薬かなんか。もう銃の弾もここにずらーっと並べてもらってもいいんだよだいぶ難易度下がるな。ここなんかあんのかな。あー、なんもないか。あれ、ここなんかあんのかな。あ、ここあれか、厨房だ。関係なかった。行ける場所増えたよな多分。あれ破壊できるでしょ。これも破壊できるな。これ多分上行けるようになったとかかな。とりあえず2つ壊しとくか。よし、オッケー。仮面試しにつけてみるか。なんかちょっとわからず適当にやったけど、これでよかったのかな。え、他のとこじゃなくてよかった。まあ一個外せないし、多分合ってたんだな。まあ変な炎もついたし、あと2つだね。上とこっちが行けるようになったけど、上から行くか。なんかこっちメイン臭いけどな。ちょっと開けて様子見てからでいい。あっあ、ちょっと後かな上行ってみよう。なんかある？アイテム落ちてんな。地図。なんか今、鍵みたいなキーって見えたよ。あ、一つ目のキーが、ここから右行っ
って奥行って扉開けてまっすぐ行って左行ってっていうところにあるんだな。ちょっと待って、でも私は先にこっちを見たい。正面にもあるし、なんかこっちもいろいろあるんじゃないの。ほら行けるとこいっぱいあるよ。こっちもだ。敵もいなさそうだから声もしないし、今のうちにいろいろ回収できるものは回収しとこう。あー、弾があっていいね。これで30発か。ここは？あ、これ戻ってきた感じね。あ、ショートカットか。あとは正面の方は、あっちなんかデロデロしてんな。ここはなーに？薬液。ガンパウダーあるから作っとくか。これは絵か？蝶が描かれている絵だ。固定されてて外せない。ほんとだ、なんかすげえぐるぐる巻きになってるわ。雲。あ、これは取れるんだ。あ、これは外せないな。ぐるぐる巻きだ。狼。これは取れる。これも取れる。謎解き？狩る者は一列に並び、獲物を正面に見据える。狩る者。蝶じゃねえな。狩る者だからこっち狼でしょ？蝶々を狩るもの。カエル、いや違うな。カエルは、カエルもまあ食べそうだけど、クモかな。クモが蝶々を狙う感じかな。狼だもんな。羊でいいかな。問題は、カエルはどっちになるのかだよな。虫とかだったらこっちにセットして帰る、こっちだろうな。なんかでも餌っぽい気もするんだよな。鳥とか、あと蛇とかだったらカエルは狩られる側だからこっちでいいと思う。とりあえず A 見つけてこないとダメだな。おお、なんかデロデロしてるけど核はないな。びっくりした。なんか倒れてると思ったら敵じゃん。ローズやりやがって。くそー。あれ、ここ行けないじゃん。どっかない？あった、これだ。何か得体の知れない力を持ち、ちょっとなんか、なんか変なの出てきてる。そんな力は何の役に立たない。しかもデュークの声もどっかから喋ってるし、ちょっと逃げればいいのかな。あ、ちょっとやばそう。危なかった今。なんかめっちゃ怖かった今。なんか走ってくるみたいな音聞こえたもん。ありがてえ、マイケルだっけ。ちゃんと施錠してくれたわ。でもここから出られなくなったけど。化け物に追われてここに逃げてきた。どこなの？一つ目紋章の鍵はこの近くの部屋にあるはずなのに。ああ、そうだよな。確かこの右にあるんじゃないかな、さっきの地図だと。力弱い、出るな。暖炉の奥、はいはい。おお、開けてくれた。薬液、この奥行けってことね。なんかある？こっちだ。あ、ちょっと待って、ハンドガンある。なんかいろいろアイテムあるんじゃない、他にも。これだけか。特にないな。あ、まだなんかある。ガンパウダーにハンドガンの弾、すげえ増えた。フラスクだ。またパワーアップする。一つだけじゃないんだ。力強まった。なんか右下に変なね、白い玉ができたけど、これ何？敵使い？え？動きを止めれる？
あら、すごい便利。やった。あー、でも1個弾消えてるな。回数制限付きの能力か。便利だね。どれぐらい止めれるのか分かんなかったけど、まあ一定時間止めれるだけで大きいな。これも使える。ちょっと待って、あとしゃがみ状態では、あ、能力は使えないか。これは何？特異菌の力が少し回復する小さなハーブ。注意していけ。分かった。多分ね、右側に部屋って、あそこじゃないかな多分。あららら、ここにもなんかいるじゃん。あ、2体同時いけちゃう。どれぐらい止まるんだろうな。 OK、 倒した、倒した。あー、なんか出てきた。あ、ちょっとやられた。反撃危ねえな。その能力が使えなくなっちゃった。さっきので回復するか。2個回復ね。あっと、まだ一旦、あ、ちょっとやめてください。ちょっと距離取りたかったけど取れなかったな。思ったより早いんだよなこいつら。うん、これ買った。鍵を守ってたってことかな。ハンドガンの弾、一定以上のオートインデューサーへの干渉を行うと、自律行動をするような活動的な個体であっても動きが極度に鈍くなることが分かった。ただし一時遮断程度では腰までは至らない。また直接干渉していない個体にも特異菌の更新により干渉が伝染するが、干渉範囲については限られている。あ、だから2体同時でも当たったんだな。よし、鍵ゲットってことは、あの外出たところにあったやついけるってことかな。あとは1階のあのホールからいけるとこ行かないとね。ここじゃない。ちょっと道に迷ってる。待って、こっちだ、こっち。声聞こえんな。目の前にいるのはやめてほしい。マジで危ねえ。よし、とりあえず行こう。ちょっと一回引っかかれたけど、あ、ダメ、届いてないな。このぐらいが射程なんだろうな、この力の。でも絵はなかったな。何もないよね。もっと後で来る場所ってことなのかな、あの絵は。あと向こうに中庭かな、あの戻る前にこっちも一応見ていくか。うわー、こっちはなんかやっぱそう。壊せる場所あまりないな。多分これだけだよね。E さんの時デュークいた部屋だよね確か。当然デュークはいないってわけか。ガンパウダー、あ、これ一つ目だ、開けられる。コンペンセイター、コンペンセイターって何？威力が大幅にアップする。あら、それは便利。つけましょう。何も覚えていない。私が何者だったのか、どのように生きてきたのか、何もわからない。この仮面の下の顔が崩れているように、私の記憶も崩れ去ったというのか。ただ残るのは誰かをいたぶり、うごたらしい姿を見たいという乾きにもに近い感情だけ。さて次はどうするか。そろそろとっておきのやつを向かわせてもいい。顔がたくさんあっても知能のないあいつのことだ。容赦なくウサギを追い詰めるだろう。なんかヤバそうなのが出てくるのかな。顔をたくさんあって知能がないな、パワータイプみたいなやつかな。ここもう用事ないな。行こう。多分中庭行けばいいんだよな。まあアイテムとかも大体取れてるはずだし問題ないと思う。行こう。
おっと、またマイケルなんかくれる？気をつけろ。じゃあアイテムくれ。そうは言ってもあんなのがうろうろしてるんじゃ気をつけようもないよ。そうだね、全部とは戦えないし。今回アイテムなし？まっすぐ行って右、ここで右、これだな。さあいざ入場。特になんもいないね。いきなり出会い頭ダメよ。おっぷーい、びっくりしたい。ここまで来ると敵性のあるウサギですね。それはずるい。この先の仮面を手に入れるほど優秀ではなかったようですが、さっきのあのメモもやっぱデュークなんだろうな、きっと。わー、ロースやられてる。これ何の音？なんか嫌な音聞こえたな。さっきのメモ紙のやつだろう、きっと。おっと、ハーブがあるじゃん。これは取っとこう。ん？これハーブじゃないのか。あら、ローズやられてる。あらららら。やられてる、ローズ。大量にやられてる。しかも、このデロデロがいっぱいなんだけど。壊せる場所もない。マジで最低。まあ、そうだわな。自分と全く同じ姿してるやつがこんなやられてたら、それは気がめいるわ。ここ開かない。アイテムだ。力の回復ができるな。一応回復しとっか。あら、いるわ。あ、パネルス。今日ちょっとエイムダメだな。めっちゃブレる。ビビってしまっている。今日調子悪い日だ。開いてなーい。確か謎解きの部屋じゃなかったっけ、ここ。E さんの時。違ったっけな。あ、だよね。なんか気持ち悪い姿のものに変えられてるんだけど。あらー、剣ぶっ刺さってる。弓矢ぶっ刺さってる。首絞められてる。最低の場所ですね。何これ。矢でいる直前に沈めた。沈めたのは釣った後だった。釣って沈めたってことだな。もう一回。はいはい。刺したのは最初でも最後でもなかった。矢でいる直前に沈めた。沈めたのは釣った後だった。刺したのが最初でも最後で、一回ちょっと刺してみるか。で、沈めて、合ってんのかな。で、矢でいる直前に沈めたからこれでいいんだよな。で、最後に矢でいた。違ってたら、あの刺したのを変えればいいか。合ってた、合ってた。よかった。優しいな、この謎解きは。じゃあ行きますか。こういう地下絶対なんか嫌なのいるよ。はしごね。わあ、長そうだな、このはしごも。あんまり深くありませんように。で、降りたとこに敵いるとかいうのもやめてね。定番パターンみたいな感じで。さあ、アイテムはあったな。ハンドガンの弾、これもありがたい。さあ行きましょう。怖え。なんかいる。
ローズ倒れてる。一番奥の小部屋、銀の仮面やっと見つけたのに。ローズもここまで来てるやつもいるんだな。え、あそこあるな。あ、でもなんか変な、うわー、変な声聞こえると思ったらやっべーのいる。ちょっと待って、これはやばいな。あの一番奥行かなきゃいけないって感じかな。アイテムはその辺にあるな。あ、ちょっと待って、これは破壊した方がいいな。怖い怖い怖い、見つかったらやばいよ。パイプ手榴弾倒せってことなのかな。いや、こういう手榴弾はちょっとギリギリまで残しておきたいな。怖い怖い、来る来る、こっち来るんだけど。ちょっと待って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 、どこ行った？あーっと、今左になんか武器見えてる。あいつの戦わずに済むんなら戦わずに行きたいな。気づいてないね、今のうち。行きましょう行きましょう。敵出てる。あら、見つかった。やばい、なんか声聞こえたよな。うわ、こっち来てる。あ、ちょっとまずい、これはまずった。もう出し惜しみしなきゃよかった。あ、壊すとこも見えてる。あららら、来てる。ちょっとやばいよやばいよ、変なやつが来てます。壊せるかな。こいつを止められればいいんだけど。あ、いけた。ってことは今のうちどう、これでどっちから来る。あー、怖え。多分今のでどっか道ができてると思うんだけど。ある、いける。おお、怖え。来ないよねここは。破ってきたらマジで焦るけど。あー、よかった、大丈夫だったぜ。なんかいろいろあるね、アイテム。パイプ手榴弾、これ使ったら倒せんのかな、ひょっとして。これが2つ目の仮面ね。見つけたぜ。あ、ちょっとなんか出てきた。やばいやばいやばい。あー、大変なことになってる。これはまた逃げるパートってことか。あぶね、とっさに使っちゃった。とりあえずこっち行けばいいんだよねきっと。あれ、ちょっと邪魔邪魔、邪魔邪魔。あ、こっちじゃない。やばいやばい、危ない。一瞬道に迷った、危なかった。ちょっと焦ったわ今のは。もうこれで上上がれるよね、帰ろう。能力なくなっちゃったよ。パイプ手榴弾今の場面で使えばよかったのかな。まあいいや、なんか役に立つでしょきっと。ホワイトセイ使っとこ。はあ、怖かった。これで戻ればいいんだよねきっと。仮面はあったよ、取ってきた。手に入れたよ、なんとかね。やばそうなやつもいて。逃げろ。そうする、あんなの倒せっこないよ。これも使え。お、何だって使わないとね。助かるわそれ。
能力回復じゃん。あ、ダイだ。3つ回復するとかなのかな。回復薬もゲット。こんなところか。あ、ちょうどセーブポイントもあるな。はい、それではね、ちょっとセーブの方も終わりましたね。今回はここまでにしたいと思います。今日はちょっとマジで照準がね、打つ瞬間にブレて恐怖でね、ビビって手が震えました。いやー、ちょっとうまく打てなかったな。次回はもうちょっと安定してね、ちゃんと打てるようにやってみたいと思います。仮面の方も2つ目まで手に入りましたんで、次回でまあ3つ目、そして浄化結晶だっけ、手に入れるとこまではなんとかいけるんじゃないかなと思います。で、なんかラストなんかあるんじゃないかなってことで、多分全4回ぐらいになるんじゃないかなと思います。はい、それでは皆さん失礼します。